ゆかチャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、ライバルができました。俺にライバルができました。 YouTube ではまだまだ下の下のペーのペーのペーなんですけど、南阿蘇村の観光大使をやってます。なんとですね、2日前ですよ。今日が7月19日なので、7月17日のニュースで南阿蘇村の観光大使になった女の子がいます。AKB48 チーム8の倉野なるみちゃんです。この度南阿蘇村観光 PR 大使に就任しましたと書いてあります。何も俺は聞いていない。ちなみに皆さん、この倉野なるみちゃんはご存知でしょうか？俺は全然知りませんでした。情報通の人に教えてもらったんですけど、さっきも言いました AKB48 チーム8ですね、なんですけど、熊本県代表、つまり熊本県出身の子なんですよ。まあどこっていうのはですね、詳しいのは分かりませんけど、まだ18歳です。 PR 用の動画ですね、こちらもですね YouTube の方にも上がっています。南阿蘇村の観光課の方が挙げたみたいですね。気になる方はですね、 YouTube の方もしくは関連でですね、動画が上がってますので、そちらの方を確認してみてください。今回のその倉野なるみちゃんがですね、南阿蘇村観光 PR 大使やってるんですけど、そちらのですね観光スポットを巡るアプリがあります。それがですねこちらです。ヨリップっていうアプリですね。今紹介しましたヨリップ、こちらのですね方でこんなのが見れます。ヨリップなるみなみやそスタンプラリーですね。倉野なるみちゃんのなるみと南阿蘇村をかけたなるみなみやそですね、なるみなみやそスタンプラリーでスペシャルプレゼントがもらえるそうです。おすすめスポットを巡ろう、こういろいろと書いてあります。道の駅遊ぼう釘のですね、もしくは水の生まれる里白水高原駅ですね、などなど、なるみちゃんが行ったところの写真がちょっとこうやって上がってますね。そしてですね、この見晴らし台駅ですね、ご存知の方は知ってると思うんですけど、 CM のロケ地によくなっている場所です。来られる機会があればですね、ぜひ南阿蘇の方にやってきて回ってみるのもいいんじゃないんでしょうか。天気がいい日なんかほんと最高だと思います。景色いいですよ。はい、ということでですね、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。